皆さん、こんにちは。茨城オンラインスタディの時間です。この動画は、小学校2年生の国語、今日の出来事その1の内容です。まず、教科書33ページの左下を見てください。思う、きよう、 肉の書き順を指でなぞった後、ノートに3回練習しましょう。読み仮名も書きましょう。動画をここで止めて、書き終わったら再生してください。先生からの質問です。みんなは今日どんなことをしましたか これからの学習は、見たり聞いたりしたことを思い出して、日記に書く学習です。出来事や様子、気持ちがよく伝わるように日記を書いてみましょう。それでは、今日の学習課題です。日記にはどんなことを書くのだろうか。 みんなで一緒に考えていきましょうまず自分で考える時間です次の日記はあまり良い日記ではありませんどんなところを直すと良いでしょうノートに書いてみましょう弟がホットケーキを食べたいと言ったので 作りました想像していたよりも作るのは大変でしたでもお姉ちゃんに助けてもらいながら作りました動画をここで止めて直すところを書き終わったら再生してください日記を書くときは「いつ」 どこでどんな気持ちだったかを書くようにしましょうこれは先生の例です昨日弟がホットケーキを食べたいと言ったので家で作りました想像していたよりも作るのは大変でしたでもお姉ちゃんに助けてもらいながら作りました 大変だったけれど、弟が喜んでくれたので、嬉しかったです。昨日はいつ、家ではどこで、大変だった、嬉しかったですは、気持ちについて書いていますね。日記を書くときに気をつけることは、 次の4つです日記に書くことしたこと見たことや見つけたもの言ったことや聞いたこと思ったことこの4つに気をつけましょう。 32ページと33ページの日記を読み、上手に書けているところや様子がよくわかるところをノートに書きましょう。動画をここで止めて書き終わったら再生してください。上手に書かれていたところは次の 三つです気持ちや思ったことが書いてありますいつのことかが書いてありますしたことを順番通りに書いてありますそれでは振り返りの時間です 頑張ったことや分かったことなどをノートに書きましょう動画をここで止めて書き終わったら再生してください次の時間は日記に書く出来事を集めて日記を書きます2年生になってからのことを思い出しておきましょう これで今日の授業は終わりです。